はい、皆さんこんにちは。ニリンコとはじまたいなりです。イエイ。はい、今日はですね、ちょっと今から出かけるんですけど、その前に小腹が空いたので、まあなんかがっつり食べるのもお菓子もなって感じなんで、ちょっと今からね、卵でなちょっと軽くオムレツみたいなの作ってきたらなと思います。ペットボトルのキャップを補充してました。ではまず、じゃん、卵を2個割ります。ちょっとはっつけてるんで、今日も手元が映らないですけど、別に自分を取りたいわけじゃないんで、こういう価格で取っちゃうとね、ちょっと映っちゃいけないものがいっぱい映るんですよ。だから見たくない人はここで戻ってください。ここで戻ってなくて、見ちゃって、ちょっとお目見たくないんだよってコメントした人は物好きってことで。よろしゅうよろしゅう。では卵2個割ります。デブが作るよじよじで、卵なんか黄身大きいな。じゃん、卵の黄身が2個、まあ2個ぐらいがちょうどいいですね。ではここに、私はいつも適当に、あれ、出汁どっか行っちゃった。あれ、出汁どっか行ったんだけど、あった。出汁、白出汁を入れます。卵は甘く食べるより、出汁っぽく食べる方が好きです。目分量入れました。関西だからかな、なんか出汁好きなんだよね。目分量入れて混ぜます。まあ、好みで塩コショウとか、まあ、適当に、まあ、卵ってあれはね、何でもできるからさ。で、まあ、適当に塩入れます。コショウも適当に入れます。たまに気分で酒とみりんも、なんか用途は分かんないけど適当に入れます。じゃあ混ぜ混ぜって感じで、ここにネギを投入します。あ、ポテトあった。え、ご飯もあるじゃん。ご飯もあるんだけど、今から解凍したら間に合わないかな。え、ご飯冷凍してました。仕方ない。このね、凍ったネギね、これ超便利なんで、何にでも使えるんで、風邪ひいた時もこれに入れたら増水できたから。ご飯解凍したら時間かかるようなんだよな。なんか出かけるからな、あんまりお腹いっぱいにもしたくないんだよな。じゃあこれね、卵にネギを入れて、じゃあ火つけます。よし、油は適当に、オリーブオイル買わなきゃ、アヒージョしたいし。今日はね、締めにチーズを使いたいと思いますね。しらすとかあったら絶対美味しいんだけどね。梅じゃないわ、しそライスチーズです。ガン、熱い、部屋暑い。クーラーの部屋、もうクーラー効いてないです。あ、涼しい、やばい。よし、これで、ね、シラスとかあればいい。賞味期限が早いものはあんまり置かないすぎなんです。じゃあ入れていきます。半分、先に半分、やばい、じゃん、やばい、あ、泣いた。全橋本祈りが号泣しました。今こんな感じです。これをね、こうやってやって、とりあえずの形に。まあ、食べれたらいいからさ。細い、ほやばやばい、見て。で、よし。
全部投入してチーズもねペチペチペチと入れます。チーズは何にねかけても美味しいからね、天才的だよな、チーズって天才的だよだよな、分かるよ、皆さんは何してますか？私はですね、夏暑くて引きこもってるんですけど、今日は珍しくお外に出ようと思って今から外に出るんです。珍しいよ、なんかまた気持ち悪いもの作っちゃった。でタコキムチチャーハンはさ、前日にでもいつもなんか食べれたらいいやと思って、なんかオムレツみたいなの作るときも適当な、なんかオムレツ専用の別に買うあれまででもないしな。パン半分オムレツだ、これは半分オムレツって名前をつけます。中でチーズが今溶けるまでね、こんな感じで待って、半分オムレツマジ嫁に行けね、チーズ溶けたかな、あ、いい感じかも、チーズ溶け溶けって感じで、ハムとか入れても美味しい、ハムオムレツも美味しいし、まあでもネギとね卵さえあればだしで美味しいオムレツが作れるからいいよね。よいしょ、おー、なんか切れば綺麗に溶けるし、まあ、でも全然味は美味しいんで、味が問題だからやっぱデブは映えた料理なんて作れないよ、だって冷めるもん、その映えるものを作ってないで、やっぱ食べ物をいかに温かく同時に作るかって思うんです。いい感じ、はい、あ、天気の子見ましたか、みんな見たよ、トイストーリーも見た、ポッキーもう見た、なんかね、ディズニー行った時にね、おまけみたいなんでついてきたコップ、ここにフォーキーいるんだ、僕はおもちゃなんてない、うん、できたじゃん。なんかコメントでフライパンそのままやっちゃダメって書いてたの、ちょっと学びます、じゃあ後でします。じゃじゃん、いのりちゃんの超時短、ただの小腹空いた時のネギチーズオムレツです。じゃあちょっと行儀悪いんですけど、ここで一口だけ食べます。よし、あ、映えてないですけど、うん、それではいただきます。チーズがねすごい、夜中に食べたら超美味しいだろうね、見てください、ほら食べて失礼、立って失礼します、いただきます、おいしい、うん、なんかネギオムレツは作ったことあったんだけど、チーズ入れて作ったことあんまなくて、チーズ入れたら超おいしい、やっぱチーズって神だな、うん、うん、なんかこれだけで幸せになれるっていいことだなと思う、チーズがちょうどいいタイミングで入れたからいい溶け方してくれてる、なんか原型を残して溶けてくれてるから超美味しい、あ、おいしい、とろけた、おいしい、うん、おいしい、小腹満たしって感じ、本当に今からね多分ご飯食べるから、うん、うん、みんなもぜひよかったら小腹が空いた時にこれ食べてください。
なんか9月の9日に決まったんで、秋葉原で皆さんよかったら会いに来てください。お願いします。12月のワンマンライブもチケット発売してるし、10月と12月のエリピオとミッチャの生誕祭も販売してるので、皆さんよかったら来てください。じゃあ後でゆっくり食べます。バイバイでも夏暑すぎて、ちょっと頭から。バイバイ。